はい遺言書診断士、相続専門行政書士の森です。ここが変だよ遺言書3を、えー、解説させていただきます、えー。家とお金をあげるという内容の、えー、遺言書になっております。どのような遺言書かというと、具体的には、遺言書、私、山田花花子は次の通り遺言する。 私の家は長男の山田和夫がもらってください。長く同居していろいろ看護してくれたからです。私のお金は長女の山田和子にあげます。他の財産は2人仲良く話し合って決めてください。東京都〇〇市○○市、えー、住所、えー、山田花花子院って形ですね。まあ、パッと見た感じ、日付が入ってないかなっていうところですね。 そういう意味では、えー、形式的に無効っていう形です。ただ、日付が入っていたとしても、ちょっと問題のある遺言かなっていうふうに思います。具体的には、家っていう表現とか、お金っていう表現が日常用語ではあるんですけども、ちょっと財産を特定するっていう意味においては、えー、言葉足らずなものかなって思います。 あと、まあえー、もらってくださいとか、あげますっていう風な書き方も、えー、相続人に,に相続させるって形でしたら、まああの、に相続させるって書いた方がいいです。で、えー、どのような相続関係ってことですね。それは次のページなんですけども、えー、遺言者がいて、えー、子供に、えー、長男と、えー、長女がいるっていうところ。で、遺言者としては、下の星重印に書いてるんですけども、 遺言者と長男、和夫は長年同居、そのため住んでいる実家を渡したい。つまり私の家っていうのは、自分の住んでいる実家、えーまあ、和夫は和子からすると実家ですね、を、えー、同居している和男に渡したいっていう内容だったんですね。で、花花子さんの、えー、財産状況ですね、不動産についてなんですけども、 えー、法律的にはまあ家屋と土地っていう,ふうに分かれてます家と言っても、まあ、僕らって家って簡単に言うんですけど、それって単に建物とか家屋だけの意味なんですけども、えー、このように2つに分かれて、家屋の方の固定資産税評価額が500万、土地の方の固定資産税評価額が1000万、で金融資産を見ると、預貯金が A 銀行に普通預金500万円、で現金50万円という形ですね。 で、遺言者、花花子さんとしては、不動産を長男、預貯金と年金を長女にするつもりだったとっいうところです。で、形式的要件ですね、さっき言った通り、日付以外は全部 OK です。全部自分で書いてますし、えー、氏名も、印もあると。で、本遺言書の手続き上の注意点としては、家の解釈です。これが通常は家屋を指すので、えー、実家の土地の方は、 新たに話し合いしなきゃいけないかなっていうところです。そしてお金の解釈ですね。通常は現金を差しますよね。預貯金を差さないというのが普通です。なぜなら、えー、銀行に僕らは、えー、預金っていうのを預けてますけど、それはいざとなれば請求できるって預金債権っていう形なんですね。えー、預金を下ろせる権利。えー、預金を、えー、手元に戻すように、えー、請求する権利があるっていうことなので、 ま確かに、えー、日常ではですね、ちょっとこのお金下ろしてきてとか、えー、お金下ろしてきたとか言うんですけど、お金っていうものを渡す、お金をあげるっていうだけで、口座の預貯金を渡すっていうことにはならないんですね。で、その他財産についてっていうのは、えっ、ー、と、まあ、その他財産、私のお金は長女の山田和子にあげます。他の財産は2人仲良く話し合って決めてくださいって書いてるんですけど、 どうですかね、この他の財産を2人仲良く話し合って決めてくださいっていうのは。この遺言書の形でいくと、えー、建物は、えーまあ、実家全部、えー、長男に渡したいっていうところと、で、まあ、あの評価額がかなり固定資産税評価額だけでも1500万円ある家を渡したいって言ってて、長女には、まあ、あの固定資産税評価額の3分の1ぐらいの預貯金と、 えー、現金50万円を渡すつもりだったとそのような遺言書を作っておいて、新たに財産が出てきたりとか、えー、なかなかこの遺言書に決まっていないことを2人仲良く決めるってことできますかね。これだけ渡す財産が、えー、財産額が異なる場合で、その相続人間でですね話し合いをするっていうのは結構難しい場合もあります。ですから、まあ、あの遺言書っていうのがそもそも平等に渡したいというよりかは、 えー、誰か一方を有利に、誰か一方はちょっと、えーまあ、全体としては不利益を被るって形ですから、それだったらもう全部の財産の帰属先っていうのを決めておいた方がいいかもしれません。このように、まあ、2人仲良く話し合って決めてくださいってなると、ここの部分は遺産分割協議になるので、お互い協力し合って進めなきゃいけないんですけども、すでにもう書いてある内容が不平等だったり、えー、するので。 仲良く話し合いっていうのも感情的なもつれもあって難しいと思うので、しかも、えー、遺言書っていうものを作ることによって、相続人の手続きの負担っていうのを減らすことができるのに、結局は、えー、話し合いをしなきゃいけないっていうことにもなるので、しっかりと承継先を決めておく方が、まあ、万全かなっていうふうには思います。まあ、遺言者がそうしたいっていうんだったらしょうがないですけど、でこれらのことを踏まえて、添削すると次の通りになります。 まあ遺言書。えー、これは遺言書って書かれているのはいいことだと思います。私、山田、花々子は次の通り遺言する。私の家。これがもう家屋だけって見てしまうんで、ここの表現を改める。まあ、具体的には登記事項証明書。登記簿の記載通りのものをえ渡すっていうふうに書いた方がいいと。土地、建物とですね。で、長男の山田和を、ここも生年月日書いた方が確実ですね。に相続させる。 えー、大学の同居してしてていいろろ看護くれたからですこれは、まあ、書いても別に問題はないんですけども特に法的な意味はないかなというところです。私のお金は長女の山田和子にあげます。まあ、このあげますっていうのもに相続させる。で、えー、生年月日も書いておくと。私のお金っていうのも預貯金。預貯金の特定には銀行、支店名、口座番号を書いてこれを、えー、山田和子 に相続させるって書いた方がいいっていうところですね。うん、この書き方はちょっと、えー、金融機関も解約に応じないかなと思います、まあ。私の家っていう表現も問題があるんですけども、法務局は基本的には空き家をなくすような方向に舵を切っているっていう場面もあるので、当機官によっては認められる可能性もあります。ただまあ通常は 家って言ったら家屋だけなんで、まあ、こういう書き方、こういう曖昧な表現っていうのは避けた方がいいっていうところですね。で、他の財産は2人仲良く話し合って決めてください。まあ、下に書いてる通り、遺産分割協議が必要。家とは何なのか、お金とは何なのか、曖昧な表現ですよって下のところに書いてますね。で、東京都〇○○〇市っていう住所のところは、住所と名前が書いてあって、氏名の特定は OK。で、認め因が押してあって、因も OK。 で全文実証も OK なんですけども、日付が書いていないというところです。はい。うん、そうですね、やっぱり、えーまあ、いろんな部分で曖昧になっているのが問題かなというところです。こういう遺言書っていうのは多いんですけども、結局曖昧になっていると、遺言書でできない手続きっていうのが増えてしまって、話し合う機会が多くなる。 で、えっ、ー、と、遺言者の、えー、意思も実現できないということですので、まあ、しっかりとそういうところを見直して、えー、気をつけて作成していただいた方がいいかなと思います。以上となります。ありがとうございました。